ですけど、でも今回はノーロープっていうことになって、明日は自分一人だけ、前回はタッグだったんですけども、今回は一人だけっていうんで、条件は本当今回のが厳しかったんですね。自分一人だけじゃなくて、うちの新人、神林とか中村とか中山、他みんな土屋も、あ、豊田も、やっぱり、ただ単に土屋を倒したい。その思いの方が強かったんで、正直言って今回は、耐えれるのは自分だけだし、ノーロープっていう難しさもあって、実際、寝る前までは大変だなと思ったんですけど、試合が近づいてきて、ただ、もう土屋に。